アイテム番号 SCP-2051JP 湖の花嫁。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-2051JP 出現を防止するため落雷湖の周辺を封鎖した上で、監視所に警備員が3名配置され、民間人の落雷湖への接近を防止します。出現した SCP-2051JP と接触することは可能な限り避けてください。説明。 SCP-2051JP は県落雷湖に出現するクラス A 霊的実体です。外見はおおむね人女性のものですが、出現のたびに容姿が異なり、現在まで同一の容姿をした個体は確認されていません。 SCP-2051JP が出現するには一定の条件が必要であると推測されていますが、それらを詳細に記述した文書はどのような形式でも不明な人女性の微笑みと認識される画像または絵画に改変されるため、本報告書には記されません。 SCP-2051JP 出現から消失までの過程も同様であり、目撃した職員の記憶も上記と類似した改変を受けます。唯一の例外は SCP-2051JP が水没した瞬間であり、この時の記録のみ保存可能です。以下は SCP-2051JP 出現後に落雷湖周辺で発見された物品です。所有者不明の自動車。出現事例ごとに車種は異なり、内部の物品は全て不明な人女性の微笑みの写真または絵画です。所有者不明の携帯。全てのデータが不明な人女性の微笑みの画像で埋め尽くされている点を除き、異常性はありません。桟橋の先端に置かれている一足の靴。全ての事例で靴は整えられた状態で置かれています。ほい。落雷湖は2000年まで女性が頻繁に行方不明となることで財団の注意を引いていましたが、調査の結果異常存在の関与が見られないことから、それ以上の興味を引くことはありませんでした。財団が SCP-2051JP を発見して以降、男性の行方不明件数が増加傾向にあることは留意すべきです。